まあ、僕個人的にはちょっとやっぱ樋口のバンド姿を見たいなっていうのが思いますね。まあ武装探偵社の2つもこれはすごい面白かったんですけれども、面白い、みんな面白いな、うん、なんかとりあえずわちゃわちゃして、うん、なんかカヨピーさんのすごくテンポ感がいいですね。あ、テンポ感いいですね。そうですね、なんか情景が浮かびます ね、うん、そうですね。福沢諭吉プロデュースバンドも気になるんですけど、気になるんですけどどうしようかな、なかなか迷いますね、うん、じゃあ全部裏返して弾く、うん、みんないいからシャカ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 、今日作家さんが今日作家さん甘いです、すごいやっぱ樋口一葉ゲストということで、あ、じゃあぜひ瀬戸さんお願いします、弾いてください。本当どれもみんな良かったから、選べないから、はい、これパッ、あ、ペンネームみおさん、福沢諭吉バンドですか、はい、あ、私の作品ですねはい、はい、ということで、今回の、文書賞はみおさんの作品に決定しました。みんな良かったもん、ね、みんな良かった、面白かった。150文字でまとめるってすごいです。本当に。まあでもこのミオさんの作品もすごいたくさんキャラクターを出していただいたので、すごい嬉しいなというふうに思います。セリフもあってね、なんかすごく、そうですね、小説っぽくてよかったですね。そうですね、うん。うん、ありがとうございます。はい、ということで、ここで第6回のテーマを発表します。テーマは旅。おお、旅をテーマに文章キャラが登場する小説のあらすじを送ってください。旅行記、旅での事件などなど自由にお考えください。いや、事件起こりそうですね。もうこれみんな自由に書けるんじゃないですか、旅だったらもう。すごいたくさん書けそうですよ、ね。なんかいろんなお話が来そうですね。そうですね。まあ、ランポさんもいるので、旅行に行ったら殺人事件に遭遇してしまったみたいな。殺人事件を150文字で。それすごいな、難しそうだけど。なんかそんなね、感じもありますけれどもね。うん、崖に行く、ああ間違いないですね川の流れてるね、上流から死体が流れてきたみたいな、ね、危ない、怖いよ、おっかない話になってきたよ、おっかない話になってきました